はいどうも、リーマンファールのリーマンです。今回なんですけども、こちらの商品提供いただいております。こちらの商品はですね、電動エアダスターという商品になります。主にですね、お掃除に大活躍してくれる製品となっておりますので、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まずはパッケージご覧いただきたいと思います。はい、という感じでですね、早速開封してまいります。説明書、こちら英語です。こちらはね、本体を収納するためのケースですね。カバー、 USB ケーブル入っております。タイプ A とタイプ C のケーブル。こちら本体ですね。はい、ということでまずは本体外観ご覧いただきましょう。こんな感じ、めっちゃかっこいいですね。で、結構ちっちゃいです。重さなんですけども、見た目の割には結構ずっしり感があって、このずっしり感もね、なんかいいずっしり感ですね。こうチープじゃない感じ、めっちゃしっかりしてる感じです。底面には充電用の USB の差し込み口ついております。続いてはですね、4種類のノズルが入ってるということで、これ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 。ということでね、各使用シーンに応じたノズル4種類入っております。こちらのノズルはですね、本体の先端にね、差し込むことで使用できるようになっております。取り付けも非常に簡単になっております。はい、完了。はい、ということで、もう少しね、じっくり外観ご覧いただきましょう。まずは、ブランドのロゴ。シャーク。かっこいいですね。サメ。ここでね、風量の調節ができるようです。ここは電源のオンオフでしょうね。先端はこういう形状ですね。で、後ろですね、めっちゃかっこいいでしょというような感じになっております。で、使用する前には充電が必要なので、充電はね、ケーブル挿すだけです。充電、充電するとこのようにおしゃれにランプが点灯します。いいですね。充電している間にこの製品の特徴について簡単にご説明させていただきたいと思います。まずバッテリーなんですけども、最大3時間の継続使用が可能となっております。ただ最大ということなので、使用方法によってで時間は変わってきます。一番強い力で使用しますと約15分の継続使用となっております。一番弱いのですと180分ということになっておりまして、まあこの辺りはね、使い方次第なんですけども、最大出力で15分でも十分かなというふうには思いますね。そしてバッテリーは 4000mAh となっております。そしてこちらの素材なんですけども、アルミニウム材料を採用されております。理由なんですけども、やはり風が出るということはモーターが中で回ってるんですよね。モーターが回るということは熱を発生させる。機械っていうのはね、熱処理非常に大事になっております。この熱処理ですね、放熱対策を重視した結果アルミニウム素材となっていることで、まあおかげで見た目もかっこいいんですけどね。続いてこちらのパワーなんですけども、13万 RPM の超強力風速で吹き出しと吸い込みの機能を持っております。この RPM っていう単位なんですけども、回転数を表してまして、レボリューションパーミニッツの略になるんですけども、1分間に何回転するかっていうことを表す単位なんですね。ということは1分間に13万回回転するととてつもないパワーです。そしてそのパワーをコントロールするには、ここのスライド式のこの部分で調整をするんですけども、ご覧のような操作性となっておりまして、無段階調整が可能となっております。要はですね、微調整がめちゃくちゃできるんですよね。意外とね、これ便利だと思います。ちょっと強い、ちょっと弱いとかね、そういう微調整ができるのって結構大事なことだと思いますね。続いて各ノズルの説明なんですけども、あくまで使用例ということでご説明させていただきますと、まずノズルなしの場合、例えばバーベキューするときに炭に火をつけますよね。炭に火をつけるってことは風がいりますよね。そういうときはノズルなしでも十分使用できます。続いてこちらのタイプですね。こちらのタイプはもうすぐ夏ですよね。夏といえば海やプール、海やプールといえば浮き輪ですよ。浮き輪に空気入れるの大変ですよね。こちらを装着すれば簡単に浮き輪に空気入れることができるようになっております。続いてこちらのノズルですね。こちらのノズルはもう少し大口径のものにね、空気を入れるとかに使用するみたいです。あとね、こちらのノズルもあるんですけども、こちらちょっとこういう柔らかい感じになってまして、これをねここにつけることができるんですよ。まあこちらをね、空気を入れたいものに押し当てて使用する、そんな使い方ができますね。続いてこちらのノズル、こちらのノズルは商品の説明では、まあ、エアコン掃除とかね、
に使用できるみたいですね。まあ他にもいろんな使い方できると思うんですけども、先端にねこういうブラシがついてますので、こうブラシを活用しつつ空気で吹き飛ばす、そんな使い方ができますね。はい、それでは充電の方完了しました。電源入れていきます。電源を入れる方法はここのボタンを長押し、ここのランプが光ることで電源オンとなります。使用方法はこのスライドを調整するだけ。ちょっと使ってみましょう。ということでね、そこそこのパワーあります。ちょっと今回試しにねこちら準備しましたので、こちらに空気を入れていきたいと思います。空気をね入れるのって大変ですよね。それでは入れましょう。ご覧のようにね、非常に簡単に空気を入れることができました。で、空気を入れた後はね、しまうときに抜かなくちゃいけないんですよ。これ大変なんですよね。こんなやってられない。そういうときにも、こちらを利用してね、空気を抜いていくことができるんですよ。空気を抜くときはですね、あらかじめこのようにセットをしておいて、本体の空気の流れですね、流れはこういう感じで流れてるんですね。今回吸引として使いますので、こういう感じでね、使うことになります。それではやっていきましょう。スイッチオン。っていう感じでね、めっちゃ楽なんですよ。これほんといい。っていうかこれめっちゃいい。私よくね、海プール行くんですけど、これはマジでいい。ほんとね、浮き輪とか空気抜くの大変なんですよね。めんどくさいし、これがあればね、ご覧いただいたようにめちゃくちゃ楽に空気を抜くことができます。やばい。はい、今ねちょっと車の中に移動してきたんですけども、ちょうどねめっちゃ汚いんですよ。こういうところ、こういう隙間ですね。これを使ってね、少し掃除できたらなと思います。ちょっと暗いんで見にくいかもしれませんが、いきます。とまあこんな感じにね、非常に便利に使うことができるんですよ。めっちゃいいでしょ。カーナビの画面もホコリが溜まってますね。吹き飛ばしましょう。とまあこんな感じでね、通常だったら布で拭き取ったりするかもしれませんが、この機械を使うと超お手軽にね、ホコリを吹き飛ばして掃除をすることが可能となっております。素晴らしい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらの製品の素晴らしさが少しでも伝わればなというふうに思います。っていうか素晴らしいですよね。こちらの製品なんですけども、 Amazon で購入することが可能となっております。この動画の概要欄にこの商品の購入先のリンク貼り付けさせていただきたいと思います。気になった方はね、ぜひそちらのリンクから詳細の方チェックをしてみていただきたいと思います。この手の商品ね、お持ちでない方非常におすすめできる商品となっておりますので、ぜひね検討してみていただけたらなと思います。ということで今回はこちらの電動エアダスターですね、ご紹介する動画でございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。